で、日本人の観光どうだったのかなっていうことを私調べました、はいはい、その前にですね、はい、ちょっとこの場所ですね、はい、これを見てみたいんですが、はい、この辺あった、ここがウイグルの人たちが暮らす東トルキスタン、まあ、ウイグル地区と言われるところですね、はい、天山山脈というのがこの辺にあります、はい、先ほど来言ってたカザフスタンが北西方向に、はい、チベットはこの南側ですね、はいはいはい、でローランというのがこの辺りあるんですが、ここがここで、計、46回ほう、22メガトンの核爆発を行ったと。22メガトンって、まあ、想像もつかないような、はいはいはい、数なんですが、ここで爆発をしていた、はい、これはソ連が爆発した核爆発より多量であり、強力な爆発だったんですね、はい、でその場所がですね、はい、NHK がとくとくと放送していたローラン遺跡の周辺なんです。ですからローラン遺跡っていうのは最も危険な地、はいはい、この辺りで、私が言うと世界で最も危険な場所がこのローラン遺跡周辺になるわけ、うん、ただ核の砂がですねここで爆発してですね 1000km 離れたこの中、はい、カザフスタンの国境の町で子供に危険が生まれるという、はいはいはい、ですから 1000km 離れたところでも危険が生まれるほど危険だったということは、この地元はどれだけのことの災害になっているのかと、はい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 、私の研究の結論はですね、まあ多数の核爆発の中で最も危険と思われる3つのメガトン爆発に対して計算しますと、はい、被害人口ですね、これはWHO の人口データベースを使ってですね、はいはい、計算した結果19万人が急性死亡、129万人がですね、急性放射線障害など胎児影響を受けるような被害を受けた。でこれは私の推定なんですが、一方この世界ウイグル会議っていうのがございまして、はいはいはい、ウイグル人の自由を求める、はい、そういう団体ですが、その世界の総裁であるラビア・カーデルさんがですね、はい、中国共産党の機密文書によると、はい、現地では75万人がこの核で死んだんだと言っております。で中国政府はですね、ウイグル人の健康被害については、はいはい、一切国としてですね、医療ケアをせずにですね、放置して問題がある、それとこの周辺すごい環境汚染したわけですが、はい、それも放置しているという、これはこの問題はですね、前世紀の遠い昔の話じゃなくてですね、現在も続いていると、はい、核爆発は1996年、はい、平成でいくと平成8年ですか、はいはい、この間までは危険な核爆発をしていて、うん、これが21世紀に続く世界史上最悪の人道問題でなくて、はい、これ以外の人道問題あるなら言ってくれというぐらいなものだと思います、ね、はいはい、まあ、それこそ人の命は地球より重いなんていうことを言うんであれば、うん、これは一人どころの詐欺じゃないですからね。それでですね、はい、次に、はい、これを見たいんですが、はいはい、NHK の取材班が危険な状態になるっていうのは分かったわけです。で一方そのシルクロードのロマン番組、私これさ、はい、偽装番組と言ってるわけですけれども、はい、この番組シルクロードの番組が始まったのが1980年、はい、取材が行われたのが、80年4月なんですが、その年にこれもう番組が放送された、はい、で日本人の観光と核爆発 の、 年表、これ一つの絵にしたものですね、うん、横に最初の核爆発1964年あります、はい、東京オリンピック ね、 あります、はい、この縦軸核爆発の威力メガトンなんですが、1980年も爆発させてます、はい、で、この点線書いてますが、私の推定した日本人の現地、はい、シルクロードウイグルへの日本人観光客の、推移ですね、はい、この80年の番組以降ですね急増してます、うん、ここで1万人、2万人、はい、3万人突破して今もう4万人ぐらい毎年ですね行ってると、はいはい、この番組以前はあまり行ってないんですね、はい、これも中国の政策もね、うん、ありましたし文革なんかがあった影響もあると思うんですが、はい、こうやってですね、はい、このシルクロード番組放送以降ですね、はい、ロマン、そうですね、本当は危険な、はい、世界で一番危険な場所に
日本人が NHK の番組に誘導されていってしまった、ね、この延べ人数がですね、この核実験までと核実験以降合わせますと、ね、84万人が日本人が行っていると。で核のハザードは、なかなか消えないんですね。そうです、あの通常兵器と一番違うとかそれですよね、使った後にハザードが、はい、残る、ね、でこの中で、長期に残る一番危険なものがプルトニウム汚染です、はいはいはい、プルトニウムの半減期は24000年、ですから100年経ってもほぼ消えないということです ね、 そうですね。この核、シルクロードの砂漠に降り積もった、はい、プルトニウムはですね、はい、なかなか消えない、我々の、日本史、2000年3000年経ってもですね、はい、消えないということですね、はい、ですからまあね、番組ご覧の方はそのあまりそこら辺の知識がおありでない方もいらっしゃると思うし、私もそんな詳しいわけではないんですが、まあ、要はですね、普通の災害とか あるいは通常兵器とどうであれば、その時その場にいなければ、まあ、政府であってもこの核に関してはそれはとんでもない話だと。ですから、例えばシルクロードを観光された方がですね、その中国の核実験と仮にずれていてもそれは全然安全だということではないということですよね。そうですね、はい、今回の日本人の観光、まあ、日本人だけじゃないんですけども、はいはい、核爆発が終わったのが96年ですが、はいはい、80年から96年までまだ核爆発が行われていた、時にも行ったわけですかね、行われる最中にも日本人は観光していたということは、はいはい、爆発に巻き込まれて死んだ人がいるかもしれないという問題で、核爆発が終わってから1月2月後に行ったらまだまだ危険な状態が残留していたと。だからそういう本当に危ない遭難者もいれば、遭難まで行かなかったけど日本に帰ってから病気になる、白血病になるとかですね、肺がんになるとか、こういったケースが出てくると。ただそれをその因果関係とどう結びつけるかというね。そうですね、それはまあ科学力が必要ですね、はい、ただそういうリスクがあったということは間違いないので、はい、今現在日本人観光者被害ですね、はい、これを調査をしていきたいと、はい、で今しているところですし、はい、ぜひこの番組を見てる皆さんもですね、まあ、今日のこの番組、最後まで聞かれてですね、はいはい、情報提供ですね、はい、あればなと、こういうふうに思います。例えば平成5、6、7年あたりにシルクロード行かれた方ということですよね。そうですね、はい、うん、これも日本人はもともと井上康の本なども売れておりまして、あの地域に対しての憧れというのはねものすごくあるわけです。この逆に言えばね、その中国はなぜそこでそういうその観光でお金を稼げる可能性のあるところで核実験をやったんでしょうか。それは話は長くなりますが、はい、まず核武装したい、はいね、はい、そのために北京の周辺で爆発できなかったんですね、はいはいはい、怖かったんでしょう、毛沢東は。そうでしょうね危険だってことをよく分かってるわけです、はい、それが第一点ですね、はい、まだ他に実は隠された問題があります。ほうはい、でもう一つですね、その中国の中央政府が、まあ、ある種仮想敵する敵視するウイグルのところだから、ここで、まあ、多少の被害があってもその漢民族があるわけじゃないからというようなことを言う人もいるんですが、でしょうね、はい、中国にとっては第二の少数民族だと思えばそういうことはしなかったでしょう、でしょうね結局ウイグルの人たちが言う民族消滅、はい、浄化ですね、はい、一石二鳥だと、なるほど、ね、いう考え方もあったんではないでしょうか。その他には敵地はないんですか。そのこう中国それなりに広いところですけど、いや中国国内に敵地はどこにもないと思います。ああまあね、はい、人はいるわけですからね、はい、だけどそのまさに新疆でというかあそこでやったということは、私はこの番組でもウイグルでそういう独立運動やってる方来ていただいたことありますけど、まさに一石二鳥というねところでしょうね、はい、まあ
ところがそういう最も危険なその中国の核に対してですね、日本人が特にその核運動を熱心に、あの核廃絶運動を熱心にやってると称する人たちがどういう態度で臨んでるのか、そこら辺はちょっと後半にまたあの先生からお話をお聞きしたいと思います。